ドラー自然大好きフリーアナウンサーの森海凛です。今回は火星に行ってきました。いやいや火星ってまだ宇宙旅行も行けないのに何を言ってるのと思ったそこのあなた、その通り、宇宙旅行なんて夢のまた夢。自分は ZOZO の前澤さんじゃないし、生きているうちに行けるかどうかもわからないですよね。お金も時間も勇気もないですよね。でも諦めたらそこで試合終了ですよ。この動画を見ているということは少なくとも宇宙に興味があるということですよね。宇宙に行けるものなら行ってみたい、火星に上陸できるならしてみたい、そんなあなたに便利で安全な国日本で火星にいるかのような気持ちになれる唯一のスポットをご紹介します。さあ地球も捨てたもんじゃありません。背筋が凍る恐怖の断崖絶壁絶景スポットなど3カ所お届けしますので、どうぞ最後までお楽しみに。ここは富士箱根伊豆国立公園の神明池跡地です。神明池跡。神明池は1763年の噴火により形成された火口湖で、湖水には 0.5% の塩分が含まれており、学問的にも貴重な湖だと言われ、コイ、ワカサギなどが生息していた。また湖水の色が1日に7色にも変化すると伝えられていた湖で、昭和58年の噴火直前には青、茶、褐色、黄褐色に変わる湖水の色を実際に自分の目で見た人も少なくない。当時この池の水が変化するのは島に異変が起こる前兆であるという噂が流れては、島民の不満を駆り立てていたが、約80メートルにも及ぶ眼下の湖面は思わず立ちすくむほどの絶景であり、神秘に包まれた名勝の池であったが、昭和58年10月3日に起きた水蒸気爆発によりその風景は一瞬にして消え去ってしまったのである。ということで、この先にはですね、その一瞬にして消え去ってしまった神明池の跡があるようなので行きたいと思います。ちなみにここはですね、園児になっていて、駐車場、そしてトイレ、お手洗い、あとテーブルとベンチがあります。ということで行ってみたいと思います。三宅島は野鳥の数がすごく多いということなので、鳥のさえずりにもちょっと注目してみたいなというふうに思います。階段は歩きやすい階段になっています。虫の鳴き声が聞こえます。ここですかね、看板があります。ジオスポット神明池。神明池がこちら水色のところで、今現在地が星のところですね。この池がなくなってしまった理由、水蒸気爆発についてここに書いてあります。マグマ水蒸気爆発、旧神明池の西側に開いた火口群、前方左側の窪地は間もなく神明池と連なり、高温のマグマと多量の水が接触して激しいマグマ水蒸気爆発を引き起こしました。神明池は一瞬にして干上がり、周囲の深い森は吹き飛ばされた岩塊とスコリア、軽石の放出で壊滅的な打撃を受けました。その時放出された岩塊はこの付近を広く覆い、現在でも都道沿いや道際の壁に積み上げてある石として確認できます。これが噴火2ヶ月後の神明池跡。わ、日もここが多分水だったと思うんですけど、水、池がもう干上がってますね。都道に突き去った岩塊、わ、もう道が割れて石がもうのしかかっている状態です。ここ今木が生い茂っていて見えませんが、なんかその先にはちょっとくぼ地になっているような様子見えますよね。この先は危険というふうに看板が書いてあります。何があったんですね、当時は。わかりますかね、これ。結構広い湖だったことがわかる窪地があります。
こら辺はちょっと断崖絶壁のようになっていて、三宅島を代表する池の一つだったんではないかなっていうふうに思うくらい結構広大な自然が跡地には広がっています。はい、今私は三宅島の佐田堂岬というところにやってきました。佐田堂岬は三宅島の東側に位置しています。風が強いです。ここは断崖絶壁なんです。佐田堂岬の佐田堂っていうのはヒンドゥー語の地獄という意味なんです。ではその地獄ご覧いただきましょう。こちらです。はい、こちら、わあ、もう本当に深い深い青い海が広がっています。ここすごいですよね。すごい高いところにある断崖絶壁の上に今私は立っているという状況です。こちらジオスポット佐田堂岬案内板がありました。溶岩断崖と雄大な火山景観と書いてあります。佐田堂岬は島の東側に突き出た岬で高さ20から30メートルに及ぶ断崖絶壁になっています。噴火時代は微小ですが熱い溶岩流が海に流れ込み波によって削られて現在のような姿になったと考えられます。溶岩流の断面を観察すると上部のガサガサした層クリンカーの下に柱状節理の発達した緻密な溶岩を見ることができます。佐田堂の語源はヒンディー語で地獄なんですよ。地獄という説と見通しのいい岬なので頼りや知らせを意味する佐田から来ているという説があります。なるほど、十分気をつけて三宅島でも一押しの雄大な火山景観を楽しんでください。本当に十分に気をつけないと落ちてしまいますからね。死んでしまいます。岬の突端の風力発電跡から北側を眺めると真っ青な海の向こうに昭和37年噴火の黒い三七山の高まりと溶岩流、2000年噴火の泥流が押し寄せた海岸、赤褐色の氷炭山が見えます。運が良ければ波間にウミガメやイルカの姿を見ることができます。いやー、皆さんもちょっと怖いから気をつけて行ってみてください。こちらにあります、赤い現在地佐田堂岬です。何なのって言うとですね、こちらこれ柱状節理、海の中でも見ることができまして、ダイビングとかシュノーケリング のスポットにもなっているんですね。熱い溶岩流が冷えるとき体積の収縮によって形成される柱のような割れ目を柱状節理と言います。一般に溶岩の上下面が早く冷却されるため収縮割れ目ができるとともにその割れ目は中心に向かって垂直に進行していきます。柱状節理の形は六角形になることが多くゆっくり冷えるとその間隔が大きくなります。佐田堂岬の断崖にも大きな規則的な割れ目が発達しています。はい、私が立っていたところも柱状節理なんですかね。いや、すごい怖かったです。山の方を見るとですね、山が雲にかかって霧がかかっていてすごい神々しい山になっていますね。もう柵もないですしとっても怖いですよ。落ちないように、落ちないように、風で飛ばされないように気をつけていきますね。すごいですね。後ろを見るとですね、灯台もあります。ご覧ください。
あとウツボが落ちていたんです。釣り人の方がここで、高いのにこんなところから海に、フリーアナウンサーの森ゆみりんです。さあ今回は東京都の三宅島に来ております。三宅島の中でもトップクラスの観光名所、立派な新山というところにやってきました。立派な新山と書いてあります。海岸に見える黒い高まりが立派な新山と呼ばれている。1983年噴火の最後に噴火した火口が作った火砕丘、火口から噴出された岩石や火山灰が積もってできた丘です。海岸が削られて火山の断面がよく観察できます。これからですね、この道を通って海の方まで行って、その観光スポットに行きたいと思います。さあどうなっているんでしょうかね、ちょっと行ってみたいと思います。今日は天気がいいんです。午前中は雨だったんですけれども、台風の影響もあって結構風も強くてですね、嵐のようだったんですが、今もう太陽も出てとっても暑い、そして青空もちょっと見えている。海と空とのコントラストがとても綺麗なんですよね。前にもですね、デートでここに来ている観光客の方が、カップルの方もいらっしゃいます。虫の声がね、聞こえてきていて、左右にはすごいモリモリモリっていう感じで、ちょっと背の低い植物が広がってます。足元は砂利道です。ここはですね、この三宅島を一周する道路から一つ入ったところですね。雨がとっても良さそうです。世界の果てに来たような気持ちになります。ここに来るこの道の入り口には、特に立派な神社っていう看板はなかったんですよね。だから本当にこの道が立派な神社に続く道なのか、不思議じゃないですか。なんか普通だったら岩が断崖絶壁って普通岩じゃないですか。でもこう、この砂利なんですよね、土っていうか。だからちょっとここ、この先崩れちゃわないかちょっと怖いので、あんまり前には行かないようにしたいです。怖いんですよこれ。なんか崩れないか、
景色がいいですね。太陽も昇っていて、海がすごい綺麗。今自分がいる場所がとんでもないところなんですよね。なんでここ居合わせてるんだろうってすごい不思議に思います。釣りをする人とかが下ったり登ったりできるようになっています。こんな風になってて、ちょっと下にここまで降りてこれるルートがあったので、ここまでやってきました。では向こうまでちょっと行ってみたいと思います。風が強くてすごいですね。噴火の時にこんぐらい積もったっていうことですかね。ロープのところまでやってきました。これ本当に今も使えるのかな。あそこ絶対崩れちゃうんじゃないかなっていうような断崖絶壁にあります。ちょっと足元に気をつけてちょっと行ってみたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったなと思ったら、ぜひ高評価お願いします。今後も動画を投稿し続けますので、ぜひチャンネル登録をして応援お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。